みんなで行こう、遥か未来に。モアモアジャンプ、桐谷遥です。こうしてもう一度アイドルとしてステージに立てて、すごく嬉しいな。知っている人もいると思うけど、私は小さい頃、笑顔がすごく苦手で、うまく笑えないことがコンプレックスで。でも、そんな私を笑顔にしてくれたのがアイドルだった。アイドルってすごい。こんな風に誰かを笑顔にできるなんて。私もそんな人になりたい。そう思って憧れのアイドルになった。なのに勝手に自分に失望してステージからも降りてしまった。でもそんな時にみのりに会えた。みのりは言ってくれました。私に憧れてアイドルになろうと思ったって。かつて私があの人に憧れたように、みのりは自分がまだ本当のアイドルじゃないから、グループのモチーフも今は三つ葉がいいって言うけど、三つ葉には三つ葉の花言葉があるんだよ。希望、それと約束。私はみのりやアイリー、しずくと一緒にみんなに明日頑張る希望をあげられるようなアイドルになります。みのりが私に希望をくれたように。そしてもう絶対にアイドルとして迷わないってファンのみんなに約束します。だからこれからもモアモアジャンプ、桐谷遥をずっとずっと応援してね。今のはちょっとしたサプライズ。みのり、テレビで見てたままの私。喜んでもらえてよかった。え、なんで私の両親に感謝するの？私を産んでくれてありがとう。もう大げさだよ。でも私の方もみのりのご両親にお礼を言いたいかな。こんな素敵な子に出会わせてくれてありがとうって。お、みのり。全然声に出てないよ。わかったから、ちょっと落ち着いて。